令和2年5月25日、今日は阿蘇市内の小中学校の登校日です。ここ阿蘇市立阿蘇小学校では、朝から子どもたちが元気に登校し、そして久しぶりに給食も実施されました。午前7時半、スクールバスや徒歩で登校してきた児童たちは、校舎に入る前に手の消毒などを済ませ、荷物を置くと、早速運動場に出て遊んだり、植物に水やりなどをしていました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、阿蘇市では4月15日から小中学校の臨時休校が続いていますが、この日はすべての小中学校が登校日となりました。阿蘇小学校では3密を防ぐために、人数が多い4年生のクラスでは、教室をより広い特別教室に移動したり、さらに社会や理科の授業ではクラスを半分に分けて人数を減らし、それぞれ別の教室で授業が行われるなどの対応が取られています。こちら図書室には本を借りるときに間隔を空けて並ぶための印や、さらには貸し出しカウンターにこのように感染拡大防止のためのフィルムが貼られています。また、4月13日以降、久しぶりに給食が実施されました。この日のメニューはハヤシライス。これまでは向き合って食べていましたが、感染拡大防止のため、会話などはせず、なるべく間隔を取りながらの給食でした。それでも、休校になってから初めての給食を美味しそうに食べていました。阿蘇市内の小中学校では、今週あと2日の登校日を実施することにしていて、来月1日から学校が再開される予定です。以前とは様々な場面で変化が生まれていますが、少しずつ日常を取り戻しつつあります。